はいどうも、ハッシュレオイチャンネルです。皆さん、今日はですね、10月31日ということで10月のプレゼント企画の当選者を発表していこうと思います。今回はですね、プレゼント企画4つのグローブをプレゼントに出しまして、まずは、こちらの自分が動画でも紹介したグラブワークスの板グローブですね。こちらは、主に内野手とかでこう持ち替えですね、ボールの持ち替えを早くさせるための、これ板状のグローブでして、掴まずにボールの勢いをそのままこう持ち帰るための練習を紹介しました。でこちらは自分が実際に動画で使ったんで、まだ一度も使用していないこちらの、水色ですね、水色のグラブワークスのパンケーキグローブと、あとはこちらのイエローのパンケーキグローブを準備しました。こちらはまだ一度も使っておらず、新品の状態で保管してありました。こちらを1名様ずつプレゼント。そして、こちらもですね、動画で紹介したんですけど、同じくグラブワークスのトレーニンググローブになります。こちら、普通のグローブの場合ってこのぐらいまでグローブあると思うんですけど、小さめに作られていまして、本当にしっかりとこう真ん中で取らないとボールが取れない感じのグローブになっていますね。まあ、これから冬に入ってノックとかゴルフォッキーをするときに、こういう小さいグローブを使っておくと、精度が上がってですね、しっかりと自分の思ったところでキャッチできます。でこちらも、自分が実際に動画で使用したので、また新品の、まだ使ってないですね、誰もボールにまだ触れていないレッドとイエローを準備しました。合わせまして合計4つをプレゼントいたします。で今回の応募条件としましては、まずこの走り追いチャンネルをチャンネル登録すること、そしてもう一つがこの10月の1日から10月30日までの動画でコメントすることですね。そのコメントをすることによって応募完了となります。今回はその条件を満たしてくれた人の中から当選者を発表とします。4名ですね、4名発表いたします。早速発表していきましょう。はい、まず1つ目、こちらのグラブワークスのパンケーキグローブ、水色ですね、水色のグローブ、こちらの当選者はこちらになります。はい、のりたまさんに決定いたしました。おめでとうございます。こちらはですね、自分とヒゲメン技術者の野球館ということで、ヒゲメンさんという方にこの全てグラブワークスを頼んで作っていただきました。で、グラブワークスは外国のメーカーでして、まあ、日本語を結構あんまりちょっと通じなかったっていうのもあったので、ヒゲメンさんが英語できるんで、ちょっとヒゲメンさんを通してですね、仲介人といった感じで作っていただきました。で、まあ、その一つコラボということで、こちらは、水色の板グローブですね。まあ、あんまり色は関係ないと思うんですけど、まあ、練習でこう使ってもらって、正確な補給を身につけてもらえればいいと思います。おめでとうございます。はい、続きまして、同じくグラブワークスのパンケーキグローブ。今度はイエローですね。イエローのグローブ。こちらの当選者は、こちら、ボッスンさんになります。おめでとうございます。まあ、こちらも先ほどと同様に、ただ色違いということで、視界を早くできるためのグローブとなっております。ぜひこちらを使って、素早い持ち替えを身につけてみてください。はい、続いて、こちらですね。こちらのグラブワークス。同じくグラブワークスのトレーニンググローブです。こちらはレッドのグローブでして、こちらも先ほど紹介したこれと同じ、全く同じやつの色違いになります。はい、こちらの当選者はこちら、宮崎翔さんですね。おめでとうございます。はい、こちらもまだ誰も使ってない新品のグローブでして、まあ、これから使って、まあ、形を作ってもらえればいいかなと思います。まあ、ノックとかゴルフ球で使ってもらって来シーズンに備えてみてください。おめでとうございます。はい、続きましてこちら最後ですね、最後の、先ほどの赤いグラブワークスのトレーニンググローブと全く同じモデルの、今度はイエローになります。これもまだ新品で誰も使ってないグローブですね。こちらの当選者はこちら、丸井光太さんに決定いたしました。おめでとうございます。はい、というわけで今回は4つのグローブをプレゼント企画に出したんですけど、自分らのチャンネルでは毎日投稿をしていまして、まあ、その10月の1日から30日までのこの中で動画のコメントをしていただければ応募完了となります。で、あんまりこうたくさんですねコメントを打つとスパムといって、表示されない方にこう流れてしまうので、そちらも気をつけてやってみてください。あんまりこう連続投稿すると YouTube の方でストップをかけてしまうので、もうその辺は気をつけて応募してみてください。あとはですね、やっぱり自分が内野手っていうのもあって、どうしても、内野手用のグローブとか、あとは、内野手のレベルアップグローブとかになっちゃうんですけど、まあ自分が使ってみて良かったものをプレゼントしていこうと思うんで、今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、今回は10月のプレゼント企画ということで、結構トレーニンググローブが多かったんですけど、また来月からはですね、ちょっとまたジャンルを変えまして、新しいメーカーとかのグローブも紹介していければいいかなと思っております。まあ、そのわけで今後とも、自分とゴリスポで、バランスを取りながらやっていこうと思うんで、動画のチェックの方よろしくお願いします。
それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、そして Twitter のフォローもよろしくお願いします。では、ありやした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 、今日も見てくれて